ジェレミー・リン、または、ジェレミー・シュ・ハウリンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身のバスケットボール選手。ハーバード大学卒業。NBA 初の台湾系アメリカ人選手で、両親は台湾出身。カリフォルニア州ロサンゼルスで生まれ、バロアルトにて育つ。地元の YMCA で兄弟と共にバスケットボールをプレイした。高校は、 カリフォルニア州のパロアルト高校に進学。キャプテンを務めた3年生時に、チームはカリフォルニアの CIF ディビジョンで32勝1敗を記録した。リンは平均15.1ポイント、7.1アシスト、6.2リバウンド、5.0スティールでディビジョン2のファーストチームに選出された。リンは自身のプレイのハイライトを録画した DVD を すべてのアイビーリーグの大学、カリフォルニア大学バークレー校、スタンフォード大学、そしてリンの憧れであった UCLA などに送ったが、パシフィック10ンカンファレンスの大学は彼にウォークオンを望んだ。ハーバード大学とブラウン大学は彼のバスケットボールチームでのプレーを保証したが、アイビーリーグの大学にスポーツ奨学金の制度はなかった。最終的にリンは、 ハーバード大学への入学を選ぶ。は、すぐそこにいたというのに気づいていなかったのだからと、述べている。リンは2007から2008年の2年生時に、オールアイビーリーグで、セカンドチームに選ばれている。3年生時には27得点8アシスト6、リバウンドの活躍で、82から70で、全米ランク17位のボストンカレッジを破っている。4年生時は、 平均16.4得点、4.4リバウンド、4.5アシスト、2.4スティール、1.1ブロックを記録し、オールアイビーリーグのファーストチームに選ばれる。また、ジョン・ウ、デンショーにもノミネートされた。リンは、アイビーリーグで初めて1450得点、450リバウンド、400アシスト、200スティール以上を記録した選手として、キャリアを終えた。 リンは3.1の GPA で卒業した。仮にドラフトされていれば、IB リーグからドラフトされるのは1995年の2巡目で、指名されたペンシルベニア大学のジェローム・アレン以来となるはずであった。IB リーグの選手が最後に NBA でプレーしたのは2003年のクリス・ラドリーであり、ハーバード大学出身となれば1954年の エドスミスにまで遡る。結局2010年のドラフトでは指名されなかったが8、チームがトライアウトに招待した。ところが、リンはトライアウトは1オン1、2オン2、3オン3などがメインで、それでは自分の良さが出ないとして参加しなかった。その後、サマーリーグに参加し、ダラスマーベリックス。 ロサンゼルスレイカーズ及びいくつかのイースタンカンファレンスのチームから契約を提示されたが、最終的に自分のホームタウンでプレーしたいとして、ゴールデンステートウォリアーズと2年契約を結んだ。ウォリアーズでは29試合に出場、平均2.6得点を挙げた。サンフランシスコ沿岸はアジア系アメリカ人が多く、リンは熱狂的に歓迎された。 初めて出場した時には、リンが、ボールに触れるたびにオベーションを持って会場が盛り上がり、地元の新聞紙は、カルト的なファンがいたと評している。リン自身も、とても感動した。決して忘れられないだろうとコメントしている。マッドルのリのビッグホーンズ域を命じられ20試合に、出場、平均18.0得点、5.8リバウンド、4.4アシスト。 2.1スティール、シュート成功率47.7%、3ポイントシュート、成功率38.9%の数字を残した。ロックアウト終了後の2011から12、シーズン開幕前の12月9日に、ウォリアーズは、フリーエージェントとなるデアンドレ・ジョーダンの獲得を狙い、サラリーキャップを開ける目的でリーンを解雇する。その後、 ヒューストンロケッツと契約するが、すぐに解雇された。2011年12月27日、ニューヨークニックスと契約したが、2012年1月20日に、バッドル行きを命じられる。その後 D リーグでは、トリプルダブルを記録し、1月23日には、ニックスのロースターに復帰する。 2012年2月4日のニュージャージーネット戦で36分の出場時間を与えられると、リンはチーム最多となる25得点及び7アシストにターンオーバーはわずか1という高いパフォーマンスを見せる。2日後のユタジャズ戦でキャリア初のスターターとして出場すると28得点8アシスト、続くワシントン・ウィザーズ戦ではダンクシュートを含む23得点10アシストで、 キャリア初のダブルダブルを記録。さらに続く、ロサンゼルスレイカーズ戦では、キャリア敗となる38得点7アシストという、大爆発で勝利。カーメロ・アンソニーとアマーレ・スタウダ・マヤー両、選手不在感のチームを全勝に導き、チームは7連勝を記録した。2月6日から2月12日までのプレイヤー・オブ・ザ・ウィークにイースタン・カンファレンスから選出され、各種は、 リン・サニティと大きくされた。同様の造語は、かつて、ビン・スカーターに対しても用いられ、この時は、ビン・サニティと話題を呼んだ。突然の大活躍を受け、NBA オールスターゲームのライジングスターズ、チャレンジへの出場が急遽決定した。4月には、タイム誌より、世界に影響を与える100人に選ばれた。しかし、その後リンは左膝を負傷。 手術を余儀なくされ、無念のシーズン終了となった。2012年7月、制限付き FA になっていたリンは、ヒューストンロケッツが提示した3年2500万ドルのオファーシートにサイン。一方、ニューヨークニックスは、カーメロ・アンソニー、アマーレ・スタウダマイヤーといった高額選手を多く抱えていたこともあり、ロケッツと同じ契約を提示することができず、 ロケッツへの移籍が決まった。2014年7月、地元のロサンゼルスレイカーズへ放出された。オフシーズンに FA となり、2015年7月8日、シャーロット・ホーネッツと契約。12月17日のトロントラプターズ戦で、シーズン最多の35得点を記録。2016年3月21日のサンアントニオス・パーズ戦では、 チーム最多の29得点を記録し、第1クォーター終了時の7から28から91から88の大逆転勝利の立役者となった。シーズンを通して、シックスマンとして活躍、ゲバ票の低かったホーネッツのプレイオフ進出に大きく貢献した。オフにプレイヤーオプションを破棄し、FA となった。 2016年7月1日、ブルックリンネッツと3年3600万ドルの契約を結んだ。しかし、2016から17シーズンは、負傷で大半を欠場。さらに2017から18シーズンも、10月18日に行われた、開幕戦のインディアナペーサーズ戦で、左膝の重傷を負い、早々に、シーズン終了となってしまった。 2018年7月13日、ドラフト指名権とのトレードでアトランタホークスに移籍した。2018から2019シーズンはシュートタッチがさえ高いフィールドゴール成功率を残した。シーズン中の2019年2月11日、競合でのプレーを求めてホークスと契約のバイアウトに合意し FA となった。FA となった直後に トロントラプターズと契約した。しかし、ホークスでの好調から一転して、ゼフ不調に陥ってしまい、シーズン終盤はほとんど起用されなかった。プレイオフでは8試合に出場したが、プレイタイムは合計でわずか27分だった。結果的にラプターズは、プレイオフを勝ち上がり初優勝を成し遂げたが、リンはチームにほとんど貢献できなかった。オフに FA となった。 FA となったリンは NBA チームとの契約を望んでいたもののすでに選手としての評価は落ちておりなかなかオファーが来なかったそれでもリンはユーロリーグのチェスカモスクワからのオファーを断るなど NBA 復帰を信じていたが2019年8月27日 CBA の北京首キュ急クラブと契約したレギュラーシーズンプレイオフありがとうございます